ジローラモフレスコバルディジローラモフレスコバルディは初期はロック音楽の作曲家。声楽曲も残しているが、とりわけ鍵盤楽曲の作曲家として重要。フェラーラに生まれる。地元フェラーラで有名な作曲家で、オルガニストのルッツァスコルッツァスキに学ぶ。当時フェラーラに滞在中のジェズアルドにも影響されたかもしれない。被後者、エンツォ・ベンティボーリョの援助で、1607年春に、 ローマのサンタマリアイントラステベーレ教会のオルガニストの座を射止める。同年、フランドルのローマ教皇庁大使に任命されたベンティボー領に同伴してブルッセルに旅行し、1608年にローマに戻ってサンピエトロ大聖堂のオルガニストに就任した。1628年から1634年までフィレンツェのメディチケ宮廷オルガニストも務める。 フレスコバルディの大多数の作品は、オルガンやチェンバロのために作曲され、トッカータ、カプリッチョ、ファンタジア、カンツォーナ、リチェルカーレ、舞曲、変装曲などがある。有名な曲集、音楽の花束フィオーリムジカーリは、ミサに用いるオルガン曲をまとめたものである。トッカータ集の第一巻は1615年、第二巻は1627年に出版された。 フレスコバルディの最も気巧がかった、最も実験的な作品、パッサカリアによる百のパルティータチェントパーティテソプラ、パッセコリはトッカータ州第一巻の改訂版に収録されている。ミサ曲やモテット、マドリガーレなどを含んだ声楽曲や鍵盤楽曲以外の器楽曲はあまり有名ではない。いかなる楽器によっても演奏可能な簡単な集。 1> 第1巻は1628年に出版された。フレスコバルディは、店舗について、近代的な考え方をした革新者の一人であり、厳格なタクトゥスによる白不定量寄付法と、作品中での加速と原則によって特徴づけられる、店舗という近代的な概念の、いわば中間の考え方をした。フレスコバルディの作品は、後年の作曲家に非常に重要な影響を及ぼした。 文人のフローベルガーを通じて、フランスとドイツの両方のバロックオルガン学派に影響を与えている。またバッフ派が、フレスコバルディのオルガン曲集、音楽の花束のシャフを蔵書していたことは有名である。ありがとうございます。